ウィリー・ショーン・ラモント・カルフーンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ソラノ郡バレーホ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。2013年の MLB ドラフト17巡目で、タンパベイ・レーズから指名されたが、契約せずに、ヤバパイ短期大学へ進学した。AA 級タルサ時代アリゾナ大学大学時の2015年。 MLB ドラフト4巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズで、プロデビュー。A 級、グレートレイクス・ルーンズと、A 級乱直カモン門クエークスでもプレイし、3球団合計で73試合に出場して打率。316.11本塁が、48打点、2盗塁の成績を残した。 2016年は AQ タルサドリラーズでプレーし、132試合に出場して打率。254.27本塁が88打点の成績を残した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2017年は、 トリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレーした。2017年7月31日にダルビッシュユーとのトレードで AJ アレクシー、ブレンドン・デイビスと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級ラウンドロック・エクスプレスでプレーし、移籍前を含めて3球団合計で128試合に出場して打率。300.31本塁が93打点。 4盗塁の成績を残した。9月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のシアトルマリナーズ戦にて7番左翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に出場して打率265.1本塁が4打点の成績を残した。小柄だがマイナーで2016年には27本塁が 2017年には31本塁打を放ったパワーが魅力。本来は二塁手だったが、2017年のレンジャーズ遺跡後より外野手がメインとなった。ありがとうございます。